皆さんこんにちは。お元気ですか？今日も雨模様ですね。雨の被害がすごいところの皆さん、くれぐれもご無事であるようにいつもお祈りしてます。昨日は横浜クラスのスタジオをご紹介したら、生徒さんのご実家の静岡のご家族が見てくださったようで、すごく嬉しかったですね。あ、そんな風につながることもあるんだなって。で、先ほど今月からの埼玉新都心のカルチャーのクラスをやっぱり休校に決めたんですけど、いろいろな事情はありますね。もちろんコロナの影響が大きいんですけれど、でも皆さんがフラメンコや私とつながっていたいって興味を持ってくださってる限り、クラスレッスンっていうのはもう媒体の一つでしかないので、何らかの形で一緒にフラメンコのお稽古できなくてもお話をしたり、それ以外のお話をしたり、そういうことでつながることは電話もありますし、メールもありますし、はい、全くそれで希望がなくなっちゃうわけではないんですね。きっといろんな手立てを考えて、もっといろいろ考えて、もう明日もライブ配信しますけれど、いろんな方が映像でしかありませんが、フラメンコ、私が心を込めて踊るフラメンコを見ていただいて、ちょっとでも楽しかったなって思っていただければ嬉しいですし、諦めずにいろんなことを考えてやれることをやっていきたいと思います。皆さんもお体に気をつけて頑張ってくださいね。それではまた。